ロースハム断面さらし布とタコ糸で包まれた状態の完成品ロースハムは豚のロース肉を使用したハム。ドイツ人捕虜として日本で食肉加工業に従事していたアウグストローマイヤーによって1921年に発明されて以降広く浸透した加工食品である。現代の日本では1970年代以前に主流となっていた。 プレスハムにとって変わって、ハムといえば、ロースハムを指すようになっている。ロースハムは、第一次世界大戦後の日本の経済事情と、食生活が生んだ日本固有の加工食品である。日本における、食肉加工品は、江戸前期に、中国から琉球を経て、薩摩へ伝わった方と意があるが、一般には1872年に、長崎県の片岡家門が、 ペンスニーというアメリカ人に製法を指示して作成したものや鎌倉ハムの発祥としてイギリス人ウィリアム・カーティスが1874年頃に鎌倉郡川上村で製造したものを講師とする食肉加工担当として帝国ホテルで従事していたローマイヤーは自作したソーセージが日本人の評判を得たことに自信をつけ1921年に29歳で 帝国ホテルを退社、資生堂の福原心三、シュミット商会などから出資援助を受けて、合資会社ローマイヤーソーセージ製作所を設立した。ローマイヤーは安価で、日本人の口に合う洋風ハムの研究と製作に取り掛かり、同年、ハムソーセージ用としては、使い道がなく、仕方なく、ローマイヤーの品川工場にほど近い横浜中華街に、 食材として提供していた背肉とロース肉に目を向け、これを用いたボイルドハムを作り出した。安価な値段と日本人好みのさっぱりとした味から取引先を着実に増やすことに成功し、日本のハムとして広く浸透していった。大玉ハムの創業者である小林栄治はローマイヤーによるロースハムの出現を指し、日本食肉業界の大きな革命であったと。 表しているロースハムの一般的な製法を以下に記す。ロース肉部位を適当な大きさに切り、バラ肉とロース肉に切り分ける。バラ肉部分はベーコンとなる。成形した肉を並べ、砂糖を肉面全体に振りかけ、肉にすり込む。塩、胡椒、シナモン、ナツメグなどを混ぜ合わせたものを同様に肉にすり込む。みじん切りにした玉ねぎ、ニンニク。 生姜を肉にまぶす。ビニール袋に入れた後に、日本酒、みりんを注ぎ、密閉して冷蔵庫で3日から7日漬け込む。肉表面の調味料をこそぎ落とし、浸透性セロファンを巻き、タコ糸で、螺旋状に縛る。乾燥、燻製、加熱作業を実施する。注釈出店。ありがとうございます。